当チャンネルではガンダムに登場するモビルスーツの解説を行っています。いろんなガンダムや機体の解説をしているので楽しんでくださいね。早速だけど今回は名機であるジオングの基礎となった機体サイコミュ試験用ザクの解説をするよ。ぜひ教えてくださいな。最初にサイコミュ試験用ザクの概要を見ていこう。サイコミュ試験用ザク概要。サイコミュ試験用ザク、この試作型モビルスーツはジオン公国軍が壮大な野望を抱いて開発したザク2をベースにした秘蔵の試作機である。その名は MS-16X として通し、その後伝説の集大成モビルスーツジオン部としての道を歩むことになる。このプロジェクトはビショップ計画と呼ばれ、そのコードネームもビショップとして付けられた。一年戦争当時、ジオン公国はニュータイプの脳波誘導特性を兵器に活用しようとする壮絶な挑戦を繰り広げていた。戦火が燃え上がり、有視界戦闘が全てを支配する激闘の最前線で、この計画が実現すれば古びた電子兵器戦を凌駕する革新の戦術が幕を開けると期待されていたのだ。しかしその夢のシステムを直接ジオン部に装着することはなかった。代わりにサイコニュシステムの試作は中型戦闘機ブラウブロや MS-06F ザク2を母体にした試作機たちによって行われた。これらの試作機たちはサイコニュシステムのデータを集め、ビーム兵器のテストをこなしながらジオン部という未来の戦艦へと向けた一歩一歩を支えていたのだ。これらモビルスーツの成果がジオン部の完成にどれほどの影響を与えたかはその後の戦争の歴史に刻まれることになる。それではここからが本題です。サイコミュ試験用ザク本題。 MS-06Z サイコミュ試験用ザクは漫画機動戦士ガンダムエコールデュシエルやスマートフォンゲームアプリ機動戦士ガンダム UC エンゲージに登場するサイコミュ搭載のニュータイプ用モビルスーツで、ジオングを開発するための実験機として開発された機体です。ザクと命名されてはいますが、オールレンジ攻撃のための優先式のメガ粒子砲を備えているなど、ジオングの系譜となることがうかがえます。今回はそんなサイコミュ試験用ザクの解説をしていきます。皆さんこんばんは、翔星です。一年戦争末期にはニュータイプによる戦果が見込まれるようになっていきました。モビルアーマーにはすでに搭載されていたサイコミュシステムですが、それをモビルスーツにも組み込むビショップ計画がスタートします。本機はこのビショップ計画にて開発された機体であり、機体名はサイコミュ試験用ザクと言います。 MS-06Z サイコミュ試験用ザクはデザインシリーズモビルスーツバリエーションに登場してくる試作型モビルスーツとなります。本機はジオン公国がビショップ計画にて開発した試作機の一つであり、この計画の名称でも呼ばれていたモビルスーツです。ビショップ計画とはニュータイプの特殊な脳波によって制御される遠隔兵器をジオン軍が研究するもので、最終的には MS-16X という型番と集大成 MS としてジオン軍の呼称が先行して決定されました。一年戦争では視覚的な戦闘が主流であったため、この計画が実現すれば旧来の電子戦に匹敵する戦術が導入されると期待されておりました。サイコミュシステムの試作機を搭載したサイコミュ試験用ザクは、当時データ収集やビーム兵器のテストのために用意された中型戦闘機とブローブロの3つのテスト機のうちの1つとなります。本機はザク2の F 型をベースにしておりますが、メインフレームのみを使用しており、頭部を除いてザク2との類似性はほとんどありません。しかし頭部には後方と上方に回転可能なモニターカメラが搭載され、索敵範囲がより拡大されております。モビルスーツ本体も MS-1 4月と同様にパワーパイプを内蔵することで若干大型化しています。また本機は上半身のジェネレーターの大型化に伴い推進エンジンが追加搭載されています。その結果、胸部の左右に高出力のロケットエンジンを1機ずつ、背部に3機のエンジンを搭載し、総推力は388トンにもなります。し
かしながら、その稼働時間は約10分と短く、戦場での使用が疑問視されていたようです。モビルスーツの脚部は主に着陸用で、宇宙ではほとんど役に立たないとされています。腕部は肘から下に装着された着脱式のワイヤーガイドビーム砲の支持部となっております。このビーム砲はジオンの仕様に合わせて設計されており、そのため本機能ではマウンテンゴリラのように異様に大きく見えるのです。サイコミュ試験用ザクは3機が製造され、2号機は後にサイコミュ高機動試験用ザクに改修されたのです。兵装について、優先式5連装メガ粒子砲。各指に強力なメガ粒子砲を搭載した本機の前腕部は、肘から切り離すことができ、ワイヤードリモートウェポンとして機能し、オールレンジ攻撃を可能にしています。優先式5連装メガ粒子砲は一度の攻撃で戦艦を容易に沈めることさえできるのです。特殊装備について、サイコミュシステム、ニュータイプ専用のマンマシンインターフェースです。ニュータイプのパイロットが思考だけでモビルスーツや遠隔兵器を操作できるシステムとなります。本機3機はグラナダから実験艦レムリアに積み込まれ、運用テストのためにコレヒドールに輸送されました。2号機は後にサイコミュ試験用高機動型ザクに改造され、予備部品から製造された4号機はジオンのマルコシアス MS 連隊のアネローゼローゼンハイムに与えられ、ソロモンの戦いやアーバワクーの戦いに参加したのでした。続いてはサイコミュ高機動試験用ザクについてです。MSN01 サイコミュ高機動試験用ザクは、デザインシリーズモビルスーツバリエーションに登場してくる試作型モビルスーツです。技術と戦闘特性について、本機は MS06Z サイコミュ試験用ザクの2号機を改造したものとなります。ジオングの型番が MS16X から MSN02 に変更された際に、本機の型番も MSN01 に変更されました。サイコミュ試験用ザクでは高速起動時のサイコミュのデータ収集に限界があったため、本機では脚部を省略し、大型高出力の熱核ロケットエンジンを4月期搭載した。高機動スラスターユニットを2セットも搭載し、これによりモビルアーマーに匹敵する機動性を獲得したのでした。しかし追加されたロケットエンジンにモビルスーツの推進剤の容量が追いつかず、短時間しか使用できないという結果が出てしまいました。それでもなお本機は貴重なデータを収集することができ、ジオンのモビルスーツ開発に貢献したのでした。またこの試験結果はザク2をベースにしたモビルスーツ設計の限界を明らかにし、全く新しい機体を開発していくために参考データとして大いにジオンに貢献したモビルスーツと言えます。そしてさらに試験機でありながらサイコミュ試験用ザクとともにアバワクー防衛戦に参加した記録が残っているのです。兵装について、優先式メガ粒子砲。MSN01 サイコミュ試験用高機動型ザクの前腕部は各指に強力なメガ粒子砲が搭載されており、肘から切り離すことで優先の遠隔兵器として機能し、オールレンジの攻撃が可能となっています。サイコミュ試験用ザクと本機はアバワークに移送され戦闘に投入された記録が残っています。機動戦士ガンダムサンダーボルト12月の空では、ビリー・ヒッカムの操縦する1機がアバワークに配備され、地球連邦軍の猛攻を防ぎました。また、ガンダムクライシスでは地球連邦軍がソロモン基地を占拠した後に、紫色の部隊がソロモンを襲撃しているのが目撃されています。本機の特徴はやはりこの独特の外見です。脚部はおよそモビルスーツの体を成しているとは言い難く、アンバックを考慮しておりません。それではそろそろ終わろうよ。はい、視聴者の皆様、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知設定をしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。